今日はですね、ちょっと私一人で元気いっぱいやらせていただきたいなと思うんですけどもね、程よい今日も人数ということでございますんでね、幸い、飛行中の幸いと言いますかですね、満員ではないけど、私の追い風というかですね、被害を最初に抑えられるということでございますけれども、まあ、今日はちょっとね、一人でやっていきたいなと思うんですけれども、藤田さんですね、ちょっと声が小さいということで、日常会話ですね。今日は声を大にして喋る、こういう練習したいと思います。全くわからなかった。声が小さすぎて。今日は腹式呼吸ってやつやりますんでね。相槌シュッていうのをちょっとやっていただきたいですけど。腹式呼吸は横隔膜を上に上げるんですね。はい。で腹筋を使いまして、はっ！ごめんなさい。はっ！喉枯れますから。はっ！ね、じゃあ一人で行きましょうか。前に飛ばす感じね。そんな出ないです。でもモノマネもいいんですけどね。はい、モノマネ楽しいですね、うん、やっててもね、うん、まあ、家で断捨離をやってるんですけど、ね、あ、いや、片付けるってね、素敵なことですから、うん、はい、けど、捨てていいか迷うもんがいっぱいあってさ、あ、まあ、わかるそれ、うん、言っていくから、うん、これは捨てた方がいいよとか決めてくれへんから、あ、俺が、そう、まあ、確かにね、自分では思い出のある品ばっかりやから捨てられへんからね、あ、他人の俺だって決めやすいもんな、助かる、あ、ほんで俺がちょっと言ってって、俺決めるわ、じゃあ、うん、うん、まず俺、うん、いや、俺や、どういうこと、俺のこと必要、いや、重いわ、何言ってんの、いきなりお前にとって俺は必要か、いやいや、何言ってんの、家族ぐらい大切なことないのか、必要よに決まってるやろ大好きです。いやー、ええとこですね、ここびっくりしました、これ何ちゅうとこですか、ここはお城、お城ありますね、上城、上城ですね、笑ってもらいましたよ。あれ、白がくり抜いてこれ作ってますの。えげつない商業ですな。ねえ、車で行ったんですよ、ここまで。もう水門は漆黒で、暗やつと暗闇で、ゾンビタウンか思いましたわ。偶然、夜やから。あ、夜やから。たくさんいますから。あ、そうかそうか。いや、いいとこやなと。タバコ、タバコ吸ってた空気もやっぱいいから。タバコも美味しかったよ。タバコがうまい県ですね、ここはね。ね、こんな時期にありがとうございます。いや、本当ですよ。ね、お笑いが大好きなお客さんがね、今日集まっていただきましたから。1時間半かけてやっていましたね、新宿から。いや、そうですよ。いいとこですね。うん、もう、すごいですね。その、うん、もう周りもちょっと歩きましたけど、ああ宇宙みたいですね。失礼やろ、お前。宇宙、ね、宇宙って。もう宇宙みたい、真っ暗で、もう宇宙。やったよ、街灯は多少。いや、もうこの街は僕は宇宙と言います。宇宙って言うな。明るいですよね、いろいろね、明かりとかあるんですよ、だから。宇宙で営業ということで。宇宙で営業だけですよ。ね、ありがとうございます。我々トムさんもって言いましてね、顔だけで覚えて帰っていただきたいなと思ってるんです。太っちょっとメガネとかやってます、ね、はい、いや、お前だけやろ、それ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで前半組が終了しましたですね、今から換気タイムでございます。はい、換気タイムでございます、はい、こういうイベントも今は平気な顔してやってますけど、半年前だから去年の5月6月ですかね、もうイベントも全然打てなくて、我々も劇場立てなくてね、もう家にずっといたんですよ。もう家でアマゾンプライム見ることしかね、やることなかったんでございますけれども、まあ、そうなるとね、どんどんこう気持ちが落ち込んでいくというかね、まあ、気持ちが落ち込んでいくとね、まあ、絶対そのなんだよね、まあ、そういう時こそこの諦めない気持ち、気持ちが落ち込んでるからこそ諦めない気持ちがないやねん、おい、お前のねえねえに連れて子供まで騒ぎ出したよ。なんですか、その諦めたらあかんなっちゃう話を僕は今してるんですよ。アイドルになりたい。諦めろ。聞いてみましょう、ちょっと。聞いてみましょうじゃない、はい、あなたしか知らないよ。私の体重がクイズ形式80キロ以下だと思う人、ちょっと手を挙げてもらって。クイズにすんねや。80キロ以下だと思う人は、1本も上がってます。はい、私の体重が80キロ以上だと思う人、手を挙げてもらってください。80キロ以上だと思う。あ、ほとんどですね。ありがとうございます。ちょっと正解発表してもらって。発表します。116キロ。ボーダーラインおかしない。ボーダー設定おかしい。皆さん正解で言うと。え、じゃあもうちょっと難易度の高いクイズにしてもらわないと。すごい、よくわかりましたね。じゃあもっと100キロ前後とか。
ど。そんなことよりさ、うん、今から遊ばない？え、何急に。皆さんどうですかね、うん、実際生で見た、はい、私、成功は、ね、どうですかね。皆さん。すごい少ない、かわいい、ありがとうございます。すごい、非常に少なくてね、お客さんの数の割にね、2、3名の方でしたね、言ってない人がほとんどでね、そんな皆さん、シビアに見ないでくださいね。でもね、言ってくださった方もいたんでね、ありがとうございますね。今日はぜひとも楽しんで帰ってくださいね、よろしくお願いします。ちょっといきなりなんやけどもね、はいはい、私今日やってみたいことがあって、やってみたいこと、やってみたいシーンっていうのがあって。ああ、何を？2人がぶつかった時に何かの拍子にお互いの中身が入れ替わっちゃうってあるんか。ああ、アニメとかであるな。そうそうそう、うん、勝負しようぜ。勝負ね、どっちかね、うん、そう、どっちかさっき言うか、真剣勝負。真剣勝負自分のものを担当する。ラスト、ラストいきますわ。はい、これで勝負いきます。どっちがすごいフィニッシュですか？これ何でもいいです、はい、本当に。あ、はい、キュウリ、キュウリの足つけすぐつけるわ、キュウリね。新鮮、はい、お前イメージない。やめろその顔、負けや、負けやな、今度謝るわ、謝ごめん、ごめんって言えるからお前